ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のバハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミゴス。ポッドキャストで聞いているみんなもグラシアスアミゴス。そしてまだチャンネル登録してないそこのアミゴスは、今すぐチャンネル登録して俺とアミゴスということでよろしくお願いいたします。まずは宣伝。このチャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますね、ということと、まあ概要欄見ていただければわかりますけれども、ツイッターアカウントありますので、まあそちらの方をフォローしていただくと、まあ最新情報届きやすくなるかなというところです。そしてもう一つ、パハロの家の話っていうね、プロレスとは全然関係ないことやってますけど、こっちのチャンネルもあるんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。ということで今日もやっていきましょうかね。はい、ということで、PJLL アウォードをですね、毎回やらせてもらってますが、もうあと2つですね、紹介したらもう終わりという終盤戦になってきました。そんな中、本日お届けするのは PJLL アウォード流行語大賞ということでもうまあ、一つしかないんですけどね、この PJLL 上の流行語って言えばなんですけど、そちらの方を紹介したいと思います。 PJLL アウォード2021 流行語大賞は、はじめましてこんばんみ、はじめましてやないやろーです。おめでとうございます。まあ、何のことだと、まあ、このチャンネルをねご覧いただいている皆さんで、ライブとかにね参加していただいている皆さんはもうご存知かと思いますが、はい、私ライブなどでですね配信させてもらう際にですね、ご覧いただいている皆様が、はじめましてこんばんみっていうコメントをくれるんですけど、決してはじめましてじゃない人ばかりであるっていうね、もう 2,3 回というか、まあ毎回ね来ている人でさえはじめましてこんばんみというですね挨拶をするようになるという形が、現象が起こっておりまして、まあそれに対して私がはじめましてやないやろちゅうてっつって突っ込むっていうのがですね、そのライブの中のなんかちょっと一つの形として、まあ、この2021年出来上がったかなというところでございます。ちょっと時期まではね覚えてないんですけれども、拓郎さんっていう方がいらっしゃいまして、まあ、その方がですね最初やり始めたっていうところから、まあ、スタートしたこの「はじめましてこんばんみ」、はじめましてやないやろっていうね、返しまでが、まあ、ワンセットになって出来上がってしまうというですね、まあ、おかげさまでですね、まあ、覚えている範囲で、あ、この人は一回本当にはじめましてじゃないなっていう場合は、まあ、気兼ねなくはじめましてやないやろって言うてっつってこう突っ込んでいけるんですけれども、親っていう瞬間がね何度か訪れます。いや、このアカウント見たことある気がするとかですね、この名前はなんか、このアカウント名はなんか前呼んだような気がするとかですね、はい、そういう瞬間が訪れるようになってしまいまして、まあ、結果とりあえずはじめましてはないやろうっていうのを、全ての人に言ってしまうというですね、まあ、状況が生まれておりまして、まあ、なんていうか、こう、まあ、定番、ある種定番化したという意味では、今年の、まあ、この PJLL チャンネル内における、はい、流行語として、もう認定してもいいのではないかということになりまして、はい、今回、流行語大賞ということで、認定させていただきたいと思います。拓郎さん、おめでとうございます。まあ、これがね、このうちのね PJLL というチャンネル内だけのことであれば、まあ、別になんてことはなかったんですけれども、ノアのねグッズとかを作ってらっしゃる、まあ、フォトザライブさんというのがいらっしゃるわけですよ。でフォトザライブさんっていうのは、フォトザライブさんでスタンド FM でね
あのライブをやったりとかされるんですけれども、まあ、うちの視聴者の皆様がですね、そのあのスタンフォトザライブさんのスタンド FM にも、まあ、初めましてこんばんみで突していくっていう現象が起こっておりまして、もうついにはそのまあ、ノア公式フォトの宮城さん、スタッフのカッコスさんまでが、まあ、それに対して初めましてやないやろうというツッコミを返してしまうというところまで至ってしまいまして、はい、あのフォトザライブさんにはなんかご迷惑というかね、あの、まあ、楽しんでもらえてるのであればね、あの全然いいんですけども、はい、まああのね、一応ね注意はしたんですけどね、あの他のとこ行ってやんなよっていう注意はしたんですけど、まあ、やってしまうということで、はい、まあ、あの楽しんでいただければいいのかなという感じでございますので、はい、皆様もぜひですね、あの初見の方でも初めましてこんばんみって言ってもらえれば、もう僕はもう初めましてやないやろうというふうに突っ込むしかない状況が生まれておりますので、もう気兼ねなくライブに参加される際は初めましてこんばんみって言ってもらえれば良いのではないかなという感じですね。まあ、来年もねきっとあのライブするときはこれが継続されるのではないかというふうには思いますので、はい、ぜひ、まあ、初めましてこんばんみをみんなで、使っていただければなと。まあ、ただね、本当あの初見の初見のというか、あの他の媒体でね、それで気兼ねなく突っ込んでいくようなことになると返しが難しくなると思いますので、あんまりやらないようにお願いしたいなといいうふうにはまあ思っております。はい、なので皆さんね、でもこういうなんかねライブってですね、まあ僕のライブっていうのが基本的にまあ皆さんのコメントを読んでこう返していくみたいなね、まあボケていくこともあるんですけど、はい、まあそういった流れでね、皆さんとのコミュニケーションをそのライブとかでね、よりよく取れるというかね、いう状況でやらせてもらっております。まあおかげさまでですね、まあ徐々にあのライブ参加していただける方がですね増えてきておりまして、まあ特に今はですね、新日本プロレスの対抗戦があることによって、まあいろんな方がね見に来てくれてるのかなっていう部分はまあありますので、まあ、対抗戦が終わればね、まあ、落ち着くのかもしれませんし、ただまあできればですね、あの僕がもうコメントね全て読んで全て返すのがもう追いつかないぐらいのね盛り上がりをこう見せたらいいのかなって思ったりはするんですけどね、まあ、それぐらいねこうみんなとワイワイできるようなライブがですね、まあ、来年もね、できたらいいなというふうには思っております。でそうなるとね、全員のコメントをね全部拾って僕が返すということはまあ難しくなるかもしれないですけどね、まあ、その辺はご了承いただければというところでございます。まあ今んとこね、多分120人ぐらいがライブ視聴中で出てくるコメントだったら、まあギリで返せてるかなって感じですね。全員分なんとか拾って返せてるかなって感じになりますけど、まあ、もしそれ以上来るようになると、おそらく全部のコメント拾うっていうのは難しいのかなという感じもしてきますからね。はい、まあでも落ち着くとは思いますけどね、対抗戦が終わればですね。はい、まあでも本当にね、皆さんにはそういう風にライブでいろいろコメントもらったりとか、遊んでねもらってるねことに非常にね僕も楽しくやらせてもらっているので、感謝いたしておりますので、まあ、今後ともねぜひ遊びに来てください。もちろん初見の皆様もね、物おじせずにねコメントいただければななんていうふうにはまあ思っております。まあ、ただねあれですよ、ちょっとコメントの内容によってはね、僕も拾うもの拾わないものはありますからねお前なんかこうお前の配信どうたらこうたらみたいなことで、あんまりそのいい感じじゃない意見を言われてるものをわざわざ拾ってですねやるようなことはライブ中には多分しませんので、はい、なのでね、そういう
ことじゃなくてね、もうみんなでその場で楽しくできるという感じでね、やってもらえたらいいんじゃないかなというふうには思いますので、ぜひ来年も、はい、よろしくお願いします。はじめましてこんばんみ、はじめましてやないやろーって言うてね、あとはライブだともう一つは、こう誰かがこう振りコメント的にこう、これはきっと振り遅れてるんじゃないかなみたいな、ボケお前ボケだボケ、これでボケてくれっていう振りをねもらってるのかなっていう時には、だから言うなってって言いながら乗っかっていくっていうね感じのものもありますけれども、だいたい言うなってが始まると長くなるんでね、はい、皆さんもだいたい分かってきてるところみたいですけれども、はい、でもまあね、アフターライブとかでみんなと盛り上がれるのは非常に楽しいので、まあ、ぜひ来年も、まあね、そういうアフターライブができる状態のままね、いければいいですけどね、まあ、ちょっとそれは来年になってみないと、まあ、わからないかなっていうところはありますので、ライブできる時はね、皆さんで一緒にね、盛り上がっていければなと。というところでございます。ということで、今年の年内のライブはもう終わりましたけれども、まあ来年は 1.5 とかね、1.8、対抗戦の後とかね、はライブやろうかなと思ってて、まあ対抗戦後のライブが荒れなきゃいいけどなって思ったりはしますけれども、はい。まあぜひね、はい、皆さん楽しんでいきましょう。はい、いずれ、まあ、ライブがね、もう荒れるようになったらね、ちょっとメンバー限定のライブとかに切り替えていくしかないのかなっていうふうには思ったりもしますけれども、はい、ぜひ楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、そういうね、私、パハロンのライブとかね、楽しんでいくためには、ぜひこのチャンネルのチャンネル登録、よろしくお願いしたいと思います。でもっとね、パハロンに突っ込んだ話をしていきたいなとかいうことであれば、まあ、月1300円のスパチャ価格でメンバー募集もやってますんで、まあ、そちらの方も動画ね、メンバー動画とかありますから見ていただくのもいいのかなと思います。あとは概要欄見ていただけばお分かりかと思いますが、 BJLL のマイショップもありますので、そこから飛んでいただくとオリジナルグッズ買うこともできるようになっております。オリジナルグッズのデザインもね、ちょっと増やしたいんだけどね。はい。そして、もう一つ、パハロンの家の話という YouTube チャンネルもありますので、そちらのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、皆さんまた次回の動画で、もしくはライブでお会いしましょう。スエニョス、アミーゴス、ホーミーズ、クソ野郎ども、アースタルエゴ、アディオス。